二人が仲良くなればなるほど今後の展開に切ないものが待っていそうで落ち着きません。リモラブ第4話ついに青林がレモンであると発覚し、耳は嫌だと思いながらも次々と青林と話すことが増え、だんだん意識し始めるという恋の始まりの甘酸っぱさに にやにやしてしまいました。次回も思わぬところで青林と急接近するみたいで、ますます目が離せませんし、せっかく交際をお父さんに報告できたヤギ原しおりカップルに、なんと破局の危機が訪れるとのことで、ツイッター上では早くも、そんなの嫌だと悲鳴の嵐が吹き荒れていて、 これは見逃せませんよね。5文字がレモンではないと分かってからの青林レモン説の証拠がどんどん上がってくる感じが今までなんでバレなかったのか不思議なくらい勢いがありました。しかも謎だった尿酸値5.25メンバーに青林がいなかったのはヤギ原が見落としていただけということで いつもはナイスアシストなヤギハラの茶目っけに耳もタジタジでしたね。さらにセフレ皇帝派の爆弾彼女アビコの口から青林は草持って人と SNS でやりとりしていると決定的現実を知らされることになるとは。あのエレベーターの中の空気の悪さは新型コロナも近づかないレベルでしたよね。 そんな阿ビ子は、めちゃめちゃ真剣に悩む青林を気にすることもなく、ものすごいあっさりと別れを告げてきて、もはやすがすがしさすら感じてしまいました。告白した相手からの返事を一年も待てるくらいだから、実はちゃんと青林のことが本命でいるのかと思ったら、まさかの体目当てだったという事実には、 思わず吹き出してしまいましたよね。僕の体が目当てだったのと聞いた青林も何聞いちゃってるのって思いましたが眩しいくらいのキラキラスマイルでうんっていう阿ビ子はこの作品の中で本当に最強すぎでした。レモンが青林ということで耳のレモンへの気持ちが 少し冷めかけた時に、五文字が素直に僕はレモンじゃないと謝った時は、五文字の素直さと彼なりのアプローチにぎュンと来てしまいました。僕じゃダメですかって言っちゃダメですかって押してるのに引いてて、ものすごい心つかまれてしまいましたし、耳へのすごいピュアな気持ちが伝わって、そりゃ耳も マスクしててもわかるくらいにやけてしまうわ、と共感でしかなかったです。また、横浜の夜景がいい雰囲気を後押ししていて、よりロマンチックでしたよね。同じ横浜の夜景なのに、別れ話をする青林たちには、逆に寂しさが感じられて、青林への同情の気持ちも、より一層、 高まってしまいました。そこから再び始まったレモンと草餅のやりとりは、まさにリモラブという感じで。メッセージが続く中で、電話しませんかって言われたドキドキ感とか、そのやりとりに、ミミは家で一人なのに取り乱したりして、すごくはにかみでしたよね。レモンは好きだけど、 青林だと思うとなんか違う。でもレモンはやっぱりなんかいいっていう耳の複雑な気持ちが、はるさんのコロコロ変わる表情からよく伝わってきて、青林への感情が生まれ始めているように感じました。SNS 上のやりとりが心地よい青林と、現実世界で ちゃんと愛を伝えてくれる五文字と、どっちとうまくいくんだと、これからやきもきしそうですよね。青林は草餅が耳なわけないと納得しているようですが、耳のことを優しくて魅力的な人と言い出したときは、まさかいきなり好きになっちゃったのと一瞬思いましたが、五文字の見る目は、 間違ってなかった。応援します。って、おーいと読めてたけど、ずっこけましたね。青林と五文字も、今や大の仲良しですし、二人が仲良くなればなるほど、今後の展開に切ないものが待っていそうで、落ち着きません。耳は青林に、自分が草餅だと、 打ち明けることができるのかそれを知ってしまった時、青林はどうするのか耳の五文字への気持ちは一ミリずつでも前進していくのか耳にとって自分の中にぽっかり開いた穴を埋めてくれて、そしてずーっと出て行ってくれない人は誰なのか次回も気になります。では、 またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。